い、それではまず、高津坊ですね、修士の婚を作川の婚を演舞いたします。又吉文也読んでです。作川の婚、高津坊というのは、実は4つ、伝授されております。昔、知念三郎、別名山二娘という言われる方がいまして、棒の達人だったんですが、その方が嘉数部落まで来られて、一人にですね、一つの型を教えました。その型の一つが今やってる作川の婚という棒術です。で、あと一つに修士の婚、それから、米川の婚、それから白樽の婚、四つですね、棒の方が伝えられました。昔はですね、青年会の方で、その棒術をその4名の習った方々から指導があったんですが、これもですね、いつか時とともに亡くなりまして、私の父がその時習ったということで、その受け継がれてきたというのがこの棒の方でございます。はい、作川の婚でした。